スナックオレ。スナックオレ第28回です、今週も引き続き EXILE TAKAHIRO さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。そんな TAKAHIRO さんなんですが、はい、本日9月6日が、はい、ソロアルバムの発売ということで。そうなんですよ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本日、ニューアルバムエクスプロールが、はい、発売になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。こんな日に出演させていただいて、はい、とんでもないです。嬉しいです。ありがとうございます。これあのこの間も告知で言われてましたけど、はいはい、映像も入ってるんですか。そうなんですよ。もう映像も楽曲も、はいはい、でライブ映像も入ってますし、はい、もうちょっとてんこ盛りで、もう今ちょっと言ってるともう尺がなくなるぐらいなので詳しくはぜひ。映像で思い出したんだけど、はい、僕わやばい曲名が忘れちゃった。何だっけ。何ですかね。どれだろう、はい、どんなやつですか。ヘブンリーホワイトってあるじゃん。はい、ヘブンリーホワイト、あれすごい好きで、え、あれのさメイキングがあるじゃん YouTube に。はい、あります。あれめちゃくちゃ吹いちゃって、昨日一回今日会うから見返してたの。そしたら大六くんがさ、はい、結構さ、はい、何回かボケてるんだけど、はあ、あの誰も突っ込まないみたいな。あれわざとやってんのかなみたいな。いやなんか、うん、あれが毎日なんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。え、ボケてるんだけど、はい、誰も突っ込んでくれないってこと。もうみんなスルーですよね。あ、それが。そうなんですよ。だからもう僕もツッコミが欲しくて、うん、ボケてるわけでもなくなってきちゃって。なるほど、はい、なんかもうあれが毎日なんで。あれめちゃくちゃ面白くて。本当ですか。うん、でもだから麻痺してんのかもしれない。自分で自分を麻痺してんのかもしれない。さっき収録前にみんなに見せてたの、これめちゃおもろいからっつって。いや、あのなんだっけな、一番面白かったのが、はい、最初になんかあのなんだっけな、そういう雰囲気出したいから今日無理やりあのクマ作ってきましたみたいなのを言ってましたっけ。言ってて、はいはい、でそれは軽くみんな笑ってんのね、はい、ああそうなんだみたいな、はい、でそこが1回目あって、で2つ目に、うん、あのなんだっけ、枯れ木とありました、ね、コートと、はい、花のプリントがしてる、はい、あのコート着てさ、はい、やって、そのシーンでなんか、いやもうこの日のためにあの外歩いたら自然に枯れ木に向かって歩いててとか言ってて何言ってんだろうと思って、でもそこに対して周りがすごいさすがとか言ってて、いやだから本当なんか本当身のないことばっかり言ってるんですよ。めっちゃ面白いなと思って。本当ですか。そう、いやだからあれを、うん、そうなんですよね、あのターゲットが少なすぎるから、下がってくれる人が。あれわざと突っ込んでないのか、はい、高弘くんにね、はい、か突っ込めない雰囲気なのか、すごいって言わなきゃいけない。いやいや、あ、多分飽きたと、飽きだと思うんですよ。飽きられてると思うんですよ。そうまた言ってるぐらいの感じだと思う。あれめちゃくちゃ面白くて。本当ですか。なんかでもほらさ、あのハイアンドローとかでもさ、ちょっとさそういうの出すじゃん、ちょっと抜けてる。そうですね、なんかあのキャラクターっていうか、はいはいはい、役っていうより TAKAHIRO くんのキャラがそのまんまみたいな、ちょっとお茶目な感じっていうか。確かに、うん、そうですね。あれも別になんかめちゃくちゃ面白いな。最初のキャラ設定そうでもなかったんですけど、うん、アドリブとかで言っちゃってんの。やってるうちになんかそうなってきちゃって、うちのあのリーダーのヒロさんにも、はいはいはい、いやもうこれまんまじゃんっていう。そう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 芝居じゃないじゃんって言われて、自分はなんかだからなんていうんですかね、普通にこう楽しく過ごしてるだけなんですけど、まあ、周りに飽きられながら、いやいや、ただたまにこうやって刺さってくれる人がいて、うん、で僕も本当友達も狭く深いって言ったんですけど、本当こういうなんかたまになんていうか笑ってくれる人ためだけに、うん、まあ、メイキングとかも、いやあれ面白い、張り切ってやってるのかもしれないですけど、面白すぎて、いや嬉しいです、ありがとうございます。なんで誰も突っ込まないのかなみたいな。あれだから本当にドリルダウンして本当に深掘りしていくと、うん、究極の僕のファンの人は、うん、多分 7,8 人だけかもしれない。いやいやそんなことない。でもあれがもうなんていうの、ああいうキャラが定着してるんだろうね、もうファンにもね多分ね。そうなんですよ、だから、うん、本当逆にやりづらいのが、うん、まあ、たまには真面目なことも言いたいし、はいはいはい、あの伝えたいこともあるし、うん、ライブの MC とかで、はいはいはい、真剣に話すじゃないですか、うん、のつもんねみたいなこうされます。いや違う大丈夫だったって。なるほどなるほど、はい、今日はボケないんだみたいになっちゃうんだ、ね、そうなんですよ。なるほど、だからもうなんかちょっとなんていうんですか、うん、
しんみり系の話とか してても、ね、こうまっすぐ聞いてくれないというか、いつ来るのみたいなでもさ、はい、ボケたところで誰も突っ込んでくれないでしょ。そうなんですよ。あれが面白いね。いや本当ですか。滑ってるのかなんだろうかちょっと分かんないけど、あれ滑ってます、ね、いやいやあれはねぜひね見てない人は、ね、あの一回見返してほしいですね、はい、ヘブンリーホワイト。周りは僕に飽きてるんですけど、うん、僕は僕に飽きてない、はい、あれめちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、スナックオレということですね、はい、あのたくさん質問が来てるんですけど、はい、どういうのがいい？いや何でもいいですよ。どういうのっていうか、りょうさんの前ではもう本当 NG なしで。いやいやいや、あちょっとじゃあね、ま、真面目そうなやつでもいい？真面目そうな方がいいかな。なんかそっちのがなんか、はい、あの 広がる感じがするんです。なるほどです、はい、じゃあこれいきます。はい、はい、松田康子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。何をやってもうまくいかない時期ありましたか？ああ、その時はどのように乗り越えたんでしょうか？なるほど、はい、ないでしょそんなことで。いやいや、もうこれが、うん、あるの本当。ようやく僕最近話してるんですけど、はいはい、まあ、EXILE に加入して、うん、もう17年ぐらい経ったんですけど、はいはい、多分10年間ぐらい、うん、本当にスランプだったんですよ。おう、どういうこと？入ってから？入って、うん、まあ、数年、2、3年後ぐらいから、うんうん、つい最近ぐらいまで、うん、まあ、数年前ぐらいまで、はいはい、本当に大スランプで、うん、もう全く思うように歌えなくて、あでなんか最近ようやくよく聞く、うん、あのイップスみたいな、はいはいはい、イップスでしたっけ、ゴルフの時のねとか、はいはい、あのああいうちょっとこう病気があったりするんですか、うん、精神的にちょっとなんか、はいはいはい、あれなのかどうなのか分かんないですけど、うん、発声障害みたいに、本当に、うん、僕喋ってる声ってどっちかって低いじゃないですか、うんうん、なんかローが出ないとか、うんうん、それもカラオケに行けば気持ちよく歌えるんですけど、うん、ステージに立つと歌えないんですよ、うん、でなんかそれがずっと続いてて、うん、でもなんかそのうまくいかないのとはこう、うん、真逆に、はい、やっぱり EXILE ってどんどんこう大きくなってきて、うんうんうん、ステージも大きくなってきて、うんうん、まあ、スタジアムツアーやらせてもらったりとか、うん、で基本ベースがもうドームツアーになったりとか、はいはい、でレコード大賞取らせてもらったりとか、うんうん、本当になんか EXILE のなんていうんですかね、こうステージがどんどん上がる一方、はい、僕はどん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 ドツボにはまってって、うん、本当になんていうんですか、街灯のないトンネルをずっと突き歩いてるような感じでずっといて、うん、でうまくも歌えない中で、はあの声帯も結節できたりとか、あなんかもう本当その何やってもうまくいかないっていう、向いてないなと思って、うん、まあ、ファンは絶対気づかないよねやっぱりそれはね。いやでもさすがにやっぱり心配されてたと思います、うんうん、あそうなんだ、はい、で、まあ、もちろん、親だったりとかも、うんき、まあ、それは言うと迷子むんで、うん、あ言わなかっただけだと思うんですけど、うんうん、まあ、心配してたと思いますし、もう聞いてられないですね自分では、ぐらい本当に声出てなかった。声が出る出ないっていうのも、うん、思うように歌えない、歌えないみたいなのが本当に続いてて、だからありました。はい、それどうやって乗り越えたんですかそれじゃ。これが不思議なんですよ本当に、うん、継続は力なりというか、うん、やっぱりそこで僕が辞めなかった理由っていうのは、うん、まあ、ファンの皆さんの応援ももちろんですし、うんうんうん、そのエグザイルに加入させてもらったやっぱり時もオーディションで1万人の方々が受けられて、はい、まあ、その人たちいわゆる、まあ、僭越ながら代表じゃないですけど、はいはい、その人たちの分まで頑張んなきゃいけない、うんうん、この責任がある中で自分がうまくいかないから向いてないな、でやめれるような世界でもない、うん、いいなっていうところで、はい、もう本当申し訳なかったんですけど、うん、やめずに入れたんですよね、うん、でそういうそうして過ごしてる中で、うん、とある時に僕夢を見て、うん、
まあ、それっていうのが初めてファンクラブイベントをやらせてもらって47都道府県回るって決めて、それを自分の中でもう武者修行みたいにちょっともう一度自分と歌と見つめ直したというか向き合ってしっかり やり直そうみたいなって思ったそのリハーサルの前日に夢を見て、あの右手でマイクを持って歌ってる夢を見たんですよ。でもふと考えると僕左手で持ってたんですけど、いつも、はい、ただもっと思い返すと、うん、そのオーディション中だったりオーディション前、うん、もうそうでした、オーディションの武道館でもそうで、うんうん、EXILE に加入してすぐぐらいの時って、うん、ずっと右で持ってたんですよ。おで、あ、なんだこれと思って、うん、でその翌日のリハーサルから右手に持ち替えてみて、うん、歌ってみたらもうなんか感覚がまるで違くて、へーで、まあ、100は戻んないですけど、うん、なんかいいこう心地いい感覚がどん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 戻ってきて、でそのファンクラブイベントの中で、うん、もう7割ぐらいどんどん戻ってきて、でゆっくりゆっくり時間かけてなんですけど、うん、もうファンの皆さんにも支えてもらいながら、うんうん、ようやく帰ってきたっていう感じなんですよ。でも本当長くかかるんで、なるほど、なんかやっぱりその何にもうまくいかないなっていう時って本当時間も長く感じますし、うん、まあ、その1分1秒も長く感じるわけじゃないですか、うん、だからその何年もってなると辛いんですけど、すごいね、でも忍耐力がやっぱそうですね、まあ、まあでもね、巻き込んでる人たちもね、そうなんです、たくさんいるしね、そうなんですよ、応援してくれる人たちもたくさんいるしね、スタッフの皆さんも、うん、まあ、僕らがこう表で頑張ること で、はいはいはい、で支えてサポートしてくださることで、うん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 、みんながこうご飯を食べることができてっていう状況なんで、そんななんか自分のモチベーションだけでやめれる環境じゃなかったっていうのもあるんですけど、うん、そうだね、なんかどんな人でもやっぱり継続は力なりって本当に言ったもんだなっていうか、やっぱその苦しい時期があるからこそ何か乗り越えた時にすごく新しい自分に出会える日が来る気もしますし、すごい、ね、うん、今だから言えるんですけど、うん、もう当時はもう口が裂けてもいいと思ったんでっていう感じだったんで、もちろんありますよね。すごい、りょうさんないですもんね、あんまりそういう、全然ないないし、みんな社員とかもいるんだけど、はい、嫌になったら辞めちゃうと思う。ああそうですか。でもなんかそういう明るさというか、うん、根やかな部分というか、はいはい、なんかこうそういうパワーとかエネルギーって、うん、人にこう伝染するじゃないですか、うん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 、でなんか亮さんそうあるから、うん、多分社員の皆さんも、はいはい、あ、この人だったら多分サポートしてれば、うん、病まずに、うんうん、やむことなく、はいはいはい、太陽みたいにパッと言ってくれるなみたいなだといいんですけどね、と、はいはい、思われてると思います。うん、はい、そうですね、だから僕もなんかこういう性格なんで、そんな時期があるって話をすると嘘でしょって言われるんですけど、うん、なんかやっぱ無理してから元気というか、うん、そういう時期もありましたし、うん、とにかく僕その頃飲んでたんで、うん、もう、そうだよね、飲んでたからダメとかいう話でもなくて、うんうん、飲まないとやってられないみたいな、あ、でもよくない、本当にもう、うん、サイクルだった。そうです、そうです、だからいろんなことが、まあ、本当に裏も表もよくない時期だったかなって思いますし、うんうんうん、まあ、そこはまあ自分の反省というのもあったりとかして、うんうん、まあ、もちろんこうそれを生かしながらやっていかなきゃなとは思うんですけど、うん、やっぱ 自己管理も含めて、いい経験でね、それはね、そうですね、確かに本当でもあった頃すごい飲んでた気がするもん。飲んでましたね、うん、はあ、もうそんなに飲むっていうぐらい飲んでた気がするもう大好きでした ね、はい、まあ、今でもお酒は飲むんですけど、はいはいはい、まあ、だからそれこそですよ、スナック俺、はい、やりましょう、先ほども今度、ね、おっしゃってましたけど、はいはいはい、バーでね、カウンターで、スナックのカウンターでやりたいですね、今度、はいはい、それもずっと言ってるんだけど、スナックロケ、ああぜひぜひ、あの、呼んでください、ま、声がけさせてください本当話が長いから呼ばないとかやめてください大丈夫、そこね、うまくカットしてちょっとするんでなるほど、そんな高弘くんにも まあ、やっぱね、見えてる部分だけじゃないんでね、みんなね、いや、あの高弘さんに限らずね、そうですよね、皆さん、みんなタレントのさ、みんな表に出てるところだけじゃないんで、そうなんでしょうね、そうなんですよ、そんな、じゃあせっかく読まさせてもらったんであれ、どこ行っちゃったっけ、松田靖子さんには、はい、じゃあ
うわ最高じゃないですか。安田さんにはじゃあこのステッカーを。おおめでとうございます。おめでとうございます。はい。まあ嬉しくないかもしれない。いや嬉しい嬉しい嬉しいですよ。嬉しいですよ。高弘君のもんが欲しいのかもしれない。嬉しいですよ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。スナック俺。結構だからあれですもんね。うん。こまめにエンジン回されてますもんね。そう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 順番に乗って。ダメになりますよね本当。そうなんですよ。特に古い車はね。そうですよね。うん。拗ねますもんね。そう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 。そうなんですよ。でもある程度回さないと。うん。ちょろっと走ったぐらいじゃあれじゃないですか。そうそうそう逆につまんないし、あと自分も、はいはい、ね結構一人で夜中にね結構高速乗って行ったりとかするんで。ああそうですか。うん、気晴らしにこうなんか昔は女にばっかり乗ってたのに最近は車に乗って服着てよかったです。確かにねカットでねそうですよ。カットしないですよね。うん、しないと思ったいつもねカットで言ってもそこがそのまま使われてる。なるほどですそうなんですよ。ちょっと待ってね、ラブニーヤさんありがとうございます。ありがとうございます。高弘さんが LDH のメンバーで期間限定のグループを作るなら誰を選びますか。おお、うん、期間限定の、うん、自分のなんか新しい分かんないけど僕がプロデュースするってことですかね。まあどっちで僕もいてなんですかね。いてもどっちでもいいかな。最近はい。ああでもまあ、うん、そこ リアルでいいですか。リアルでいいですよ。リアルでリアルな真面目な質問だと思うんで。はい、まあプロデュースってなると、うん、本当になんか他メンバーもグループプロデュースしてたりとか、うん、まあ、はいはい、ヒロさんを筆頭にいろんな方面で、うん、まあ、登坂ひろみとか、はいはい、そういう女の子のグループだったりとか、うん、まあ、いろんなプロデュースして本当に切磋琢磨しながら頑張ってるんで、うんうん、大変そうなんですよ、うん、見てると、はいはい、ちょっと正直僕には向いてないなってプロデュースするのはね、はいはい、思ったんで、うんうん、すけど、うん、ちょっと一つの夢としてというか、うんうん、めっちゃリアルなんですけど、はい、僕やっぱりエグザイルのファンだったんで、うん、オリジナルメンバーに対する、はいはい、その敬愛のレベルがちょっとこう、うん、リスペクトがね、はいはい、変態レベルでして、おうおうおう、やっぱりそのオリジナルメンバー、まあ、ヒロさんはもうちょっと、うん、でかくてね、会長で、はい、あのはい、プロデュース業だったりとか、うん、まあ、いろんな、やることが多いんですけど、はいはい、まあ、みんなやること多いんですけど、うん、まあ、やっぱりその松さん、真木さん、宇佐さん、はいはい、先輩方と、うんうん、まあ、明さんもそうですし、うん、なんか、まあ、今、淳さんちょっと具合が悪いんで、はい、あの活動もちょっと今控えられてる最中なんですけど、はい、オリジナルメンバーと、うん、そのまあ、どうですかね、タイトルで言うと何ですかね、エグザイルオリジナルなのか、うんうんうん、なんかそういう感じで、うん、なんか今一度あの頃の青春を、ちょっとこう、まあ、僕も、うん、本当に、まあ、スランプ時期も長くてって話もしたんですけど、うん、はいはい、それでこうあんまりその青春をなんか、うん、謳歌しきれなかったというか、なるほど、はい、あのそれをなんかこう十二分にリアルタイムで楽しむことができてなかった気がしてて、うんうんうん、っていう意味もあって、まあ、大人になった今、はいはい、そのオリジナルメンバーと共に、うん、あの頃の EXILE の空気感、はいはいはい、曲の感じとかもね、ツアーを回りたいな。へえ、それは喜ぶねみんな。だからなんかそれが、うん、まあ何ですか、あの別に大きいとこでとかじゃなくても、はいはいはい、うんうん、本当にファンの皆さんとこういい距離感で、うんうん、こういい空間を楽しめるようなというか、はい、まあ、演出もそんなに別に派手じゃなくていいんで、なるほど、あの頃の EXILE の楽曲だったりとか、あの、まあ、要は雰囲気を楽しんでいただくような、うんうんうん、な、まあホールツアーなのか、まあ、ライブハウスでもいいですよね、回ってみたいなって。それはでも盛り上がるんじゃない。それちょっとなんか実はちょっとこう自分の中で、ね、どうにかうまくやれないかなみたいなことを目論んではいて、はいはい、それみんなね喜ぶよ多分、はい、あのメンバーも
喜んでくれたらいいんですけどね。もう一回みたいな感じだ。でもなんかそれをまあ僕もつい最近ちょっとお酒飲みながらどうだろうと思ってジャブ打ってみたら、えマジでみたいな。ちょっと乗り気で、ちょっとっていうかだいぶ乗り気だったんで、盛り上がる気がする。本当ですかっていうの。でもただちょっと早めに言ってねみたいな、あトレーニングが必要だからっておっしゃってましたけど、確かにね、はい、もう踊ってないもんねみんな。でもなんか、うん、結構みんなおのおのトレーニングもやってるんですか。はい、やってたりとかしてて、多分全然踊りたい方々なんですよ。だからそれはいいかもね。ぜひちょっとな、まあ、生意気ながらなんですけど、逆になんかすごい僕 EXILE に加入した時、はい、右も左もわからなすぎて、もう本当に先輩方にもうなんていうんですか、こう道しるべを作ってもらって、はい、やってもらったからこそ、なんか今ちょっと自分プロデュースじゃないんですけど、自分企画というか、はい、なんかそれでこううまくやれたらなっていう。いやそれでも結構ファンもみんな喜ぶし、懐かしいってなる人たちもたくさんいるしね。そうですよね、で本当に十何年も本当にこう活動す、EXILE で言ったら20周年超えしてるので、長く、ね、応援してくださってる方々にもすごいね、楽しんでもらえたらなそうかと思いつつ、ちょっと目論んでます。はい、僕はほとんどっていうか、まあ、挨拶程度しか話したことないんですけど、はい、牧大さんって多分同い年で、多分、はいはい、でよく渋谷のゲーセンでガンダムのゲームよくやってたんですよ。ほぼ毎日一緒にやってた。本当ですか。ほぼ。あそうなんですね。マキさんガンダム大好きですよ。あの戦場の絆ってさ、 、はい、ポットに入って戦うやつがあって、はあはあはあ、毎日俺も毎日行ってたの、仕事終わりに。あそうですか。あのスタッフと、はいはい、必ず牧大さんいて、お牧大さんといつも戦ってた。へえ、本当ですか。で、牧大さんはいつもあのジオン軍なのね。はいはい、もう大好き。なんかジオンが、俺らはガンダムで行って、はい、あのよく戦ってたよ。本当ですか。うん、でこんばんはみたいな。毎日大丈夫なのかなみたいな。だって今もあれですもん、牧さんガンダム大好きで。あ本当。はい、毎日会ってたよ。あそうですか、うん、そうなんですよ。だからなんかそれ僕にとってはすごいレジェンドの、はいはいはい、しかも絶頂の時 で、 そうです。多分もう15年ぐらい前。いやすごいですよね、あの、本当になんていうんですか、感覚が、当時からなんですけど、全くスターぶってなくて。そうそうなの、はい、いつもこんばんはみたいな感じで、あ、はいはい、俺らもこんばんはみたいな感じで普通に歩いてましたし、中目黒渋谷、ね、あの辺ずっと本当にもう大丈夫ですかって心配になるぐらい。そう、渋谷のさど真ん中のゲーセンだよ、しかも。今は多分なくなっちゃったんだけど、はいはい、ど真ん中のゲーセンに毎日いて。そうなんですね。今日も牧大さんいるよみたいな、はいはい、うん、一緒に戦ってたいつも。本当ですか。うん、へえ。僕その渋谷のゲーセンで一番だったんですよ。あそうなんですか。そのゲーセン一個のゲーセンで一人しか大将っていう、はい、あのもらえないランク、はいはい、僕が大将だったんです。ガンダムの。ガンダムマジですか。戦場のそのぐらいやってた毎日。あそうですか。うん、懐かしいな。なんかいつかそんな夢が叶えられたらなとは。それは素晴らしい、はい、いやそれはでも俺も見たいな。ぜひにお願いします、ね、はい。そんなじゃあごめんなさい、何さんだっけ、ラブニーヤさんにはじゃあキャップね。いいですね、はい、俺はやるけどお前はどうする。かわいい。ぜひおめでとうございます。おめでとうございます。すいません高弘くんのプレゼントじゃなくて。とんでもないです。とんでもないです。これいつもなんかサインとか書いてるんですか。うん、してない。あ、サインしてあげようか。もちろんですね。もうぜひ、あの高弘くんに、いやこれは喜ぶんじゃないですか。ぜひぜひ。羨ましい。てか全然僕目当てじゃなかったらどうしましょう。いやいやいらんもん書いてくれたらいいな。どう考えてもLDH のいやいやめちゃくちゃ喜ぶと思うな、ね、これ。いらんもん書いてくれたなみたいな。確かにそれは喜ぶな。漂白とかかけられたらどうしよう。いやいやいや全然スナックこれ。でもなんかそういう、うん、まあ、今の質問に答えながら思ったんですけど、うん、やっぱこう思ったこととか、うん、思い描いたことって口にしてると、うん、なんかこう叶う気しません。いやそうなんだよね、はい、いや俺本当に、はい、例えばさちっちゃい子にテレビ、まあ、ずっと今もそうなんだけどテレビとかでパッて見てわこの子いいなとかいるじゃん、はいはいはい、いいなって思ってた子に、はい、いつか会えるのいつも。へえ、うん、そうなんですか。
普通会えないじゃん。それなんかアンテナが立ってるっていうのも、それチンポが立ってるね。そのまま使ってください。いやほんとなんか大体会えるよいつも。あこの子いいなみたいな覚えてると、はい、なんかああの子また会えたとか。すごいっすねそれ、うん、たまたま会えるってことですか。たまたま、まあ、仕事で会えたりとか。なるほどなるほど。別にオファーとかしてないんだけど、たまたまなんか一緒になったりとか。だからその叶えられる人っているんでしょうね。あなんかそれすごい大体いいなって思うタレントさんとか、はい、ほとんど会ってるかも。ああそうですか。たまたまご飯の席にいるとか。ええー、うん、そうなんですか。そう、じゃあそれすごいですね。それはね結構な、まあ、持ってるなと思っていつも。確かにそう。エムリフューチャーさんありがとうございます。ありがとうございます。女性の仕草で何が一番好きですか。お女性の仕草、うん、何が好きか、うん、いやいっぱいありますけど、うん、何が好き。やっぱまああの意外と、まあ、これ仕草か分かんないですけど、うん、まあ、いわゆる、うん、まあ、ただおっぱいとか、はいはいはい、まあ、そういうことじゃなくて、うん、意外とおって見れてラッキーと思っちゃうので、うんうん、脇ってないですか。あ確かにね。なんか普段見えてないからね。そうなんですよ。あだからそれだからさ仕草でもなんでもないでなんかパーツね、はい、あのだから、うん、例えばまあベタに髪こうやって誘惑とか、うん、あなるほどね。そういう時に見える脇とかねとか、はい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 、背伸びしてるとか。あでちょっと変態ですけど、うん、釣り革持ってるとかおの時の女の人のねちょっとこれでも良くないですね仕草、うん、でも僕なんか、うん、本当に、うん、ああさすがだなと思ったのは、うん、こう乾杯するときに、はいはいはい、日本人って特に、うん、こう乾杯するときにこうグラスを下げるじゃないですか。あ下にね、はい、あの、はいはい、目上の方だったりとか、はいはいはい、だからそのどんどんこう下がっていくじゃないですか、うん、お互い、うん、謙遜して、うん、それをなんか女性にこうグラスの下をこう持ってる添えてる手のまんま、うん、僕のグラスのこの底をキュッて上げられたんですよ。へえー、たらそれで乾杯されたことがある。はあ、おおさすがだなんて。へえー、気遣いね。気遣いで、どっちかっていうと、はい、うん、それはなんか若いながらにこうやってたので、へえ、おおちょっとさすがだなみたいな。ちょっと今のはレアな情報ですねそんなことされたことないな。それはあの、うん、なんていうんですか、こうキュンとするとかっていうのも、うん、尊敬するというか、確かにね、あの気持ちがいいなみたいな。うんすごい、いや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 ってこう謙遜するだけじゃなくて、ちゃんとねなんか こっちを立ててくれるっていうかね、はい、へえすごい、これできるってすごいなっていう記憶があります。確かに、はい、確かに女の子の好きな仕草はないかな。なんだろうな、でもやっぱ僕やっぱ品が大事かなと思うんですよね。そうだよね、はい、なんだろう、まあ、仕草とはちょっと違うかもしれないんですけど、はい、まあ、例えばなんかじゃあ、まあ、まあデートじゃなくてもいいんだけど、はい、どっか行くってなった時に、はい、迎えに行くじゃん、はい、女の子、はい、まあ、その時に、うん、なんかお茶とか買っててくれる子とかが好きかも。あなるほどなるほどなるほど、なんか別に頼んでないんだけど、はいはいはい、お茶買っといたよじゃないけど、いるいらないじゃなくてですもんね。ね、はいはい、うん、なんかそういう気遣いですね。結構好きかもね。確かに。だからもう本当に極論言うと、うん、ごちそうさまでしたと、うんうんうん、ありがとうと、うん、ごめんなさいを、うん、しっかり言えるだけで、ね、もう十分。いや本当にそう思う、はい。なんかそれがやっぱできない子多いよね。そうですね、あなんかもうさ、おごってもらうの当たり前とか、うん、なんかごめんなさい言えないとかさ、はい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 、確かに。でなんか本当極論それだけでいいんじゃないかな。そうだね、食事の後にちゃんとごちそうさまでしたありがとうございましたって、うん、
こう言えるだけで確かに、うん、そうだね、もうそれだけで十分っていうかもう女性は生きてるだけで十分ですから、うんうんうん、そうだね、はい、まあ仕草じゃないねだからね礼儀礼儀というか品格というかそうだね、はい、でもそれすごい大事ですね大事だなと思いますねなるほどいやちょっとレアな情報を聞きましたね今回皆さんじゃあ、MRI さんははい、じゃあこちらのバンダナでお品格なんでね品格なんで、うん、これでおめでとうございます、はい、これサインしてもらいますね高弘さんおめでとうございますおめでとうございますスナックオレ今週はこんなところでですねはい、はい、ぜひちょっとノーカット版みたいな大丈夫かなうんチンコって言ってたよさっきいや違います一応ラジオラジオでねラジオ用にチンポコって言いますなるほどなるほどそうですということで来週も引き続きあの高弘さん出ていただきますはいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします第28回、今夜この辺でありがとうございましたおやすみなさい